はい、皆さんこんばんは、スマートシーインスティテュート事務局の土屋です。本日もよろしくお願いいたします。はい、フォアイディルジャパンの杉原です。本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今年初めてですかね、ちょっと今更ではございますが、明けましておめでとうございます。確かに。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で今日はですね、いつもの通り、マンスリーピッチ、7ミニッツということで、第14回になりますけども始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そうですね、新年ですね。 SCIJ さんのイベントとしても今年初ですか？そうですね、ウェビナーは今回が、1回目になります。なるほど、皆さん、明けましておめでとうございます。はい、今日も早速じゃあ始めていきましょう。そうですね、じゃあまず最初に、杉原さんの方からぜひご紹介いただければと思います。わかりました。はい、もう14回目ということで、毎回ご視聴いただいている方々もいらっしゃるかもしれないんですが、改めましてマンスリーピッチ7ミニッツのご説明簡単にさせていただきたいと思います。7ミニッツはですね、社会課題の解決につながる事業を展開するご法よしスタートアップの方々と、全国の熱い自治体職員の方々、これを我々スタメン47と呼ばせていただいてますが、との出会いの場を提供することを目的としております。ご法よしスタートアップというのは、近江商人の経営哲学である三方よしに、未来よしと地球よしの2つを加えさせていただきまして、現代社会においてあるべき企業理念として独自に定義させていただいたものになります。毎回ご応募いただいた中から事務局選考を通過した、このご法よしスタートアップ4社に、ご登壇をいただいております。我々の最大の特徴ですけれども、質疑応答の後ですね、スタメン47自治体の皆様が、こちらのオレンジ色のコネクトの札か、ブルーのナイスの札を上げていただく仕組みになっておりまして、オレンジ色のコネクトの札が上がりますと、自治体と登壇企業の皆様が連絡先を交換できる、システムとなっております。だいたい1社あたり平均6コネクトというところが、ラインになっておりますので、ぜひ、今日もですね、たくさんのコネクト上がることを期待しておりますというところです。はい、ありがとうございます。ということでですね、今日もたくさんのコネクト上がることを期待したいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。それではですね、はい、最初に、今ご紹介がありましたスタメン47のですね、自治体職員の皆様、ご紹介したいと思います。ぜひ画像オンで、入っていただけますでしょうか。久しぶりです。はい、ありがとうございます。はい、本日もですね、こういう形で、多くの自治体の皆様に、熱い自治体職員の皆さんですね、ご参加いただいております。今日もですね、4社、有望なスタートアップのピッチがありますので、ぜひ、積極的にですね、コネクトの札を上げていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは早速でございますが、1社目のピッチからですね、始めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまず1社目のスタートアップの企業をご紹介したいと思います。アイサージェリーの佐藤さんですね。佐藤さんですね、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、改めましてアイサージェリー株式会社の代表の佐藤と申します。皆様こんばんは。このようなお時間いただき本当にありがとうございます。ではですね、早速ですが、プレゼンテーションですね、させていただきたいと思います。スライドの方いくかでしょうか。はい、そうですかね、はい。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。我々はですね、AI 医療機器ベンチャーというところで、胸のレントゲンから骨粗鬆症を検査するというようなプロダクトを開発をしております。そこを通じてですね、自治体様のその骨粗鬆症の検診というところで、実装してですね、治療介入率を向上するというところを目標に、プロジェクトをご提案させていただけたらと思います。会社の概要としてしましては、このような形になりまして、3年前に設立しまして、チームとしては7名でやっております。現在は製造販売業を取得したというところになっています。で、課題としては皆さんご存知の通りですね、骨粗鬆症は非常に大きな社会課題でありまして、50歳以上の男女、特に女性の方に交発する、患者数としては1300万人に上ると言われております。で、骨粗鬆症になりますと、骨折して入院して要介護というところになりまして、医療費、介護費というのは約1兆円ほどかかっているというのが現状の課題になってきます。
で骨粗鬆症はですね、内服によって骨折が予防できるという強力なエビデンスがありますし、まあ、全国の自治体でもですね、検診が実施率っていうのはまあ非常に高く、まあ、実施されているんですが、なかなかですね、いわゆる被験者の方が受診できていない、つまり検診受診率はたったの 5% というのが現状の課題になってきます。ではなぜ検診受診率が低いのかというところを紐解いてみますと、いくつかまあ要因があると思うんですが、やはりですね、まあ、最初のところ検診受診の動機づけがやはり少し難しいと、いわゆるそのがんなどに比べるとその骨粗鬆症は少しこうクリティカルに感じにくいところがありますので、まあ、やっぱり行動変容が難しいと。あとはその検査自体のキャパシティとして、例えばかかとの超音波の機械もちろんありますけれども、検査の枠がどうしても決まってしまいますので、いわゆるその大量の方々、まあ、多くの方々を対象にするというのは現状の仕組みでは難しいのかなと思っています。で今後ですね、やはりその、まあ、少子高齢化が進んでまいりますし、あの、まあ、既存のやり方ではですね、なかなかこうサステナビティが難しいかなと思ってますので、まあ、既存のやり方を変える必要があると。ではどうやってその検査をするのがいいのかというところを考えてみますと、やっぱり一般的な、骨密度計測機器をですね、使って検査すればいいんじゃないかと。まあ、つまり一般的な画像を使って、しかも撮影頻度が高くて、まあ、なおかつ胸が含まれるものなんだろうというところでアイデアを出したのがですね、胸のレントゲン写真になります。だいたい年間でいうと1億2000万枚ほど撮られているような画像になります。でそこからですね、骨密度を測ることによって骨粗鬆症を評価するというような AI による機器を開発しております。で社会実装の方法としてはですね、いわゆるその自治体さんが実施される肺がん検診、大体 15% ぐらい、受診率あると思うんですけど、まあ、そういう非常にこう高いと思うんですね。なので、肺がん検診で取られた胸のレントゲンで、一緒に骨粗鬆症の評価を行ってしまうということをすれば、現実的には肺がん検診同等までですね、5% から 15% で一気にこう上げることができるかなと思うんですね。なので、非常にこう、啓蒙活動だったりとか、いろんなこう仕組みってすごい大事なんですが、もう一気に上げてしまうと、ブレイクスルーが起こるんじゃないかなというところになってきます。では、実際ですね、どのような形で使っていくかというところでお示しさせていただくと、例えばですね、クリニックの場合、同意を取得します。まあ、肺がん検診とともにですね、こう同意書を取得して、で、胸のレントゲンを取ります。でそうすると、胸のレントゲンがですね、そのデータを大体5秒から10秒ぐらいで AI のサーバーで解析できます。でそうすると、レポートという形で、抽出できますので、まあ、肺がん検診の結果とともに、骨粗鬆症の評価の結果をお伝えすると。で例えば、まあ、クリニックではなくてですね、まあ、まあ、結果の通知書を送る場合は、例えば肺がん検診は異常ないでなくて、骨粗鬆症の評価は、まあ、精密検査が必要でしょうとか、まあ、そういう形で、案内を送るという形になってくるかなと思います。で現在ですね、AI 医療機器としては、従来の骨密度計測器、もちろんかかとの超音波以上になりますし、いわゆる手のレントゲンの骨密度計測器も同等以上という結果で、精度が出ております。で、大体まあ数万件のデータを持って開発をしておりまして、薬事申請ですね、ちょうど今週終わったところにありまして、今年の半ばぐらいには AI 医療機器として世の中に出回るというところまで進んでまいりました。で自治体様への貸し提供としては大きく2つありまして、検診業務の効率化、つまり骨粗鬆症の検診で非常にこう人も、まあ、お金もかかってくるところでありますけれども、もう肺がん検診で使っているです、ね、リソースを使いますので、まあ、非常にこう検診業務を効率化できると。あとは医療費の削減効果というところはもちろんあります。で適切な治療によってです、ね、骨折予防できますので、医療費、介護費というのが削減できてくるというところになってきます。で最後にですね、実例として挙げさせていただくと非常にこう説明がしやすいのかなと思いますので、昨年の11月から愛知県の蒲郡市で行っている、ね、実証実験の内容をですね、提供させていただ共有させていただいて、終わりにしたいと思います。で蒲郡市はですね、人口8万人都市でありまして、肺がん検診はだいたい受診率 12% ぐらい。で骨粗鬆検診はパーセンテージ出てないんですが、年間180人ぐらいが受けられているというような形になります。でそこでですね、被験者の方々が、まあ、各検診施設ですね、まあ、クリニックなんですけれども、そこでこうレントゲンを取ります。でそれで、そのレントゲンを取って骨粗鬆症の評価をして、で疑いがあれば整形外科に受診するというようなスキームを取ったんですね。でそうすると、実測値としてはこのような形になります。つまり、肺がん検診670人が受けたうちの、まあ、すでに治療開始している方はもう除きますので、大体6割ぐらいの方っていうのは骨粗鬆症の AI の解析と希望されています。実測として。で、その中からですね、精密検査が必要である、まあ、いわゆるヤムチ 80% ガイドライン通りですけれども、まあ、その方々が、まあ、整形外科に行っていただいて、最終的には整形外科の方で、毎月84名ほどが治療開始されているというような形になっています。でこれを計算してみますと、どのような形になるかと。つまり、毎月400人の方々に対して骨粗鬆症の評価ができています。でこれ、年間で通じると4700人という形になります。つまり、従来は骨粗鬆症の検診がですね、180人、まあ、それでも十分多いと思うんですけど、ができていたのか、その25倍の数ですね、骨粗鬆症の評価ができるようになってくると。まあ、はっきり言うと本当にブレイクするかなと思います。でやっぱり大事なところとして、骨粗鬆症が減るのかと。
というところになりますと、大体ですね、1月80人今治療開始できていますので、年間でいうと1000人ぐらい、ね、の診断ができて治療か、診断できて治療開始できるというところになってきます。で、その方々でですね、大腿骨の筋骨折っていうのはやっぱり予防できますので、36名ほど予防できて、最終的には医療費、介護費っていうのが6500万円ほどの削減効果が、見込めるという形になってきます。で、ですね、まあ、最後になりますけど、まあ、連携課の自治体さんを探してますというところで、やはりですね、その自治体様によって、いわゆるその医師会さんとのこう関係性であったりとか、あとはその実施要件も非常にこう個別だったり、集団で変わってきますので、まあ、少し我々としてもそのご一緒させていただいて、いろんなケースですね、学ばせていただきたいと思っております。なので、まあ、できる、できないに限らずですね、まあ、まずお気軽にコンタクトいただけたらと思っております。はい、以上です。ありがとうございました。はい。では、年明け1本目、一発目です。皆さん、コネクトはナイスのお時間です。札上げお願いします。はい、東広島市さん、コネクト上がりました。豊橋市さん、宇部市さんも上がりましたね。愛知県さん上がりました。こんなところでしたね。はい、4コネクトですね。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。から今日ちょっと自治体の皆さんの人数が少ないので申し訳ないですけど、そうですね、ちょっと参加が少ないんであれですけども、はい、あ、でも、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、お願いします、ありがとうございました、お願いします、失礼します、はい、じゃあ続きまして、早速ですね、ちょっと2社目に入りたいと思います。2社目でございます。株式会社ファミワンの石川様でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあもう早速始めていただいて結構です。あ、承知しました。じゃあ画面の共有をさせていただきますね。はい、はい、こちら映っていますでしょうか。はい、映っております。はい、ではじゃあ改めましてよろしくお願いいたします。はい、で私からはですね、まあ、妊活や不妊治療を軸としたフェムテックの活用によるあのウェルビーイングの支援という形で、お話しさせていただきます。おそらくもうここにいる皆様であれば、まあ、妊活という言葉はほとんどの方が聞いたことあるかなというふうに思っています。まあ、妊娠するための活動ですね。で特にこの2年1年ぐらいですごく注目を集めていまして、もう実際4組1組が病院に検査や治療に行ってるよっていうデータも出ていますし、もう14人に1人の割合でもう体外受精で生まれているっていうのも、もう出生数から明らかになっています。世の中的な認知は広がってきてはいるものの、とはいえ当事者側、まあ、なかなかこう課題の解決はされておらず、やっぱり半数が正しく理解できて自信がないなと見ながら取り組んでいますし、情報こそたくさんあるものの、どれが正しいのかっていうのが分からなかったり、あと不安や悩みのサポートももちろんないわけではなくですね、まあ、医療機関さんだったり、それこそ自治体さんだったり、取り組まれてはいるものの、自分が使いたいとか、早いうちからそこで知りたいっていうものはなかなかなかったり、あとはあのパートナー同士でも意識だったり行動がずれていってしまう、そんな課題はたくさんあるかなと思っています。でまず私たちのサービスの紹介をさせていただきます。まあ、妊活コンシェルジュファミワンという名前でですね、私たちは一般の方向けにこう知識を与え、そしてメンタル的なケアをして妊活を自分たちらしく少しでも悔いがないような形で進めるという支援を行っていっています。で裏側にですね、まあ、看護師さんですとか心理師さんですとか培養士さんですとか、あと経験者の方々、カウンセラーの方々がチームとしてこう備わっておりますので、まあ、悩んでから使うというよりはもう質問に答えていくだけで必要な知識だったりアドバイスが必要なタイミングに届きますよという仕組みになっています。いわゆるこう、まあ、よくある形で LINE を使って提供はしておりますので、まあ、新しいアプリをダウンロードしたりですとかこう予約して電話したりとかです、ね、必要も一切なくですね、まあ、LINE で友達登録しますと、するとこのステップ2であるように質問の URL が LINE で届きますので、クリックして別ページに飛んでいってもう受け身で答えるだけでいいですよ。でステップ3で最近は4センチから6センチぐらいのアドバイスが届くんですが、アドバイスの URL がまだ LINE で届きますので、クリックして別ページに飛んでいくと。ですので LINE を使ってはいるものの、いわゆるチャットでずっとやり取りするわけでもなく、 LINE 上にデータが残るわけではなく、別ページに飛んでいってアドバイスを受けてしっかり自分たちで考えていく、そんなサービスになっています。で約半数のユーザーがですね、未受診の時から登録いただけていますので、病院に行く行かないとか、行くとしたらどの病院がいいのか、治療するしない、あとやめ時ですとか、養子縁組を含めて幅広く支援していっています。
専門家ちゃんとした方々がいる。で、幅広く悩む前から使います。そして、LINE を使ってはいるものの、チャットではなく、ある程度距離感が、ご自身が考えることを支援していきますよというスタンスで、多くの方に登録いただけていますので、まあ、次もアドバイスを受けたいとも90倍以上が回答いただけていますし、ユーザー数も3万人以上の方ですね、に登録いただけています。まあ、一般の方向けには、その相談し放題プランですとか、あと、オンラインでの動画コンテンツの提供をしているサービスですとか、いわゆる検査キットですね。卵巣年齢を受診のご自宅で測れますよですとか、あと子宮内フローラーを測れますよみたいなものを提供していっています。私たちはこの子どもを願うすべて人に寄り添い、幸せな人生を歩める社会を作るというのをビジョンに掲げて取り組んでいる会社になっています。で、一旦ここで振り返るとですね、テーマで挙げさせていただいたフェムテックっていう言葉、これはまあフィメールテクノロジーを掛け合わせた造語ですので、まあ、妊活はもちろん女性だけではないものの、これはタブー視されていた課題をテクノロジーで解決していくということを私たちは進めています。で、もう一方のウェルビーイングですね。これも最近皆さん聞いたことあるかなと思うんですが、まあ、直訳するとまあ良いあり方みたいなふうに翻訳されていくんですが、こう、まあ、ご自身が身体的、精神的、社会的に満たされた状態で自分らしく生きていく、自分らしく取り組んでいく、そんなところをまあいわゆるウェルビーイングとして定義されています。妊活、不妊治療、フェムテック、ウェルビーイング周りですと、まあ、保険適用もあれば、卵子凍結もあれば、プレコンセプションケアだったり、いろんな課題があります。で、いわゆる SDGs ですね。この課題においても、かなりの項目は該当するかなというふうに思っておりますので、まあ、全ての人に健康と福祉をですとか、働きがいもちゃんとやっていこうよ、こうパートナーシップで目標を達成しようよ、ジェンダー平等をちゃんと実現していこうみたいな、いろんな項目に該当してきます。ですので、この妊活や不妊治療を軸としたフェムテックの活用にウェルビングの支援というのは、いわゆるなんか妊活している方向けだけではなくてですね、本当に全ての世代、全ての考え方、全ての多様性を支援していくというところにつながっていきます。ですので、ここに参加いただいている自治体の方々こそやっぱり意識してほしいなというふうに私たちは強く考えています。で、実際ですね、まあ、後で事例はお送りさせていただくんですけれども、多くの方にですね、じゃ先ほど有料版はファミアンの有料版を自治体のコードを入れると無料で使いますよみたいな支援ですとか、あとセミナーだったり、イベントだったり、ワークショップだったりっていうのを開催させていただいています。でサービスに関してはですね、こう自治体の窓口も皆さんよくこう相談センターだったり持たれているんですが、やっぱりご自身が所属しているところに相談するっていうところが、やっぱり抵抗がある方も一定数いらっしゃいますので、もう完全に切り離された、第三者としても個別に何でも相談できますよと。で妊活だけではなくて、生理だったりピルの話もできれば、避妊もあれば、妊娠、出産、育児とか、更年期とか、パートナーシップの話、あと支える側の相談もできますよっていうのを1対1で提供しています。でセミナーに関してはですね、もちろん妊活に関しても、保険適用でどうなったとか、個別相談会とか、まあ、いわゆるおしゃべり会みたいな形ですとか、さまざまな形で実施しています。で妊活ですと、当事者だけではなくて、逆に支える側のこう観点ですとか、あと、未来の自分のために知りましょうみたいな、プレコンセプションケアみたいな観点でも開催しています。さらにはですね、妊活だけではなくて、女性の包括的な支援ですとか、更年期ですとか、性教育ですね、いろんな観点で実施することによって、妊活だけではなく、それぞれ事情があるよねと。で、そこに関して、悩んだら相談すればいいじゃん、病院に行けばいいじゃん、周囲に言えばいいじゃんと思ってたけども、いざ自分が、例えば男性で更年期だったかもと思うと、そう簡単に病院に行けないし、周囲に相談できないよねと。あ、これと同じことが妊活でも起こっているかもしれない。だから気軽に相談すればいいじゃんと言えないよねっていうふうに、ふと自分に立ち返っていただく、そんな支援のきっかけを与えていっています。で導入実績としてはですね、2020年に横須賀市さんに提供を開始させていただきました。で、その後ですね、まあ、いろんな自治体さんに、まあ、大きいところですと、まあ、杉並区さんですとか、長崎県さんですとか、あとこの1月が世田谷区さん開始しましたし、逆に小さいところ、っていうと、なんか群馬県の大浦町さんですとか、青森県の東北町さん、人口2万人弱ぐらいの自治体さんにも、もう規模だったりエリア、立地関係なく、やっぱ支えていくべきだよねっていう観点で導入いただけています。で、今日お越しいただいている皆さんもですね、まあ、豊橋市さんですとか、横須賀市さんだったりとかにも導入は進んでおりますので、いわゆるまあそこだからできるんでしょう、うちは関係ないよではなくて、もうどの自治体だっても取り組まなきゃっていうふうに皆さん思っていただけるとありがたいなと思っています。で自治体以外にもですね、いろんな企業さんにも業種業態問わず提供はさせていただいています。で、まあ、この春にですね、異次元の少子化対策みたいな発言もあったんですけれども、どちらかというと、なんか産む気にさせるっていうよりも、今、産みたいって思って、でも妊娠できてない方って一定数いらっしゃるんですよね。そういった方々に対して、より産むための支援っていうのは、やっぱり優先するべきじゃないかなというふうに思っています。で、どちらかというと、やるかやらないかというよりは、もう
完全にどの自治体さんもどの企業さんもやっていくやるべき支援かなと思っていますので、ぜひここにいらっしゃる方々、多分それぞれセクションは異なるかなと思うんですけども、まあ、健康増進課だったり女性活躍推進だったり少子化対策だったり、もっとこう学校とのこう教育だったりと、さまざまな連携ができるかなと思っておりますので、ぜひ何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、2社目は、フェムテックにご登壇いただきましたけれども、まさにあれですね、石川さんおっしゃってた通り、そのいかに産む気にさせるかっていうのはもちろん大事なのかもしれないですけど、産みたいと思っている人に対しての支援っていうのが、まあ、優先されるべきだというのはおっしゃる通りかなという気がしました。はい、ね、皆さんですね、はい、ぜひコメントご質問とかいただきたいなと。結構もう自治体さん導入されてる実績が多数おありでびっくりしました。ありがとうございます。関心が高いってことなんですね。そうですね、妊活だけという切り口よりもやっぱりその多様性だったりとか SDGs だったりとか、産む産まないに関わらずちゃんと向き合ってもらうべきだよねっていう観点だと、本当にどの自治体さんもどの規模どの立地であっても皆さん興味を持っていただけるかなというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。はい、ではご質問いかがでしょう。なんか聞いてみたい、この手のやつね、横浜市さんとか感度高そうですけど、どうですか。さん、ありがとうございました。ご説明いただきまして、以前に渋谷区さん経由でご紹介いただいて一度お話をさせていただいたことがあります。そうですよね、はい、その時はそうですね、所管の部署にも話をしたりしておつなぎしようかなというところだったんですけど、なかなか契約規則とかも結構厳しくって形になることができなかったんですけど、かなり実績当時よりも増えていらっしゃってて、うん、で委託が基本的にはメインで契約されてるんですかね、それとも自治体の持ち出しなく、まあ、実証のフェーズで何か一緒にやられてたりとかって現段階であったりしますか。基本的には委託の形ですね。で実証事業のフェーズをちょっと超えているかなっていうところと、あとは意外とこう実証事業ですと、まあ、予算がない以上担当の方も動きづらかったりとか、成果出ればいいよねぐらいな形になってしまうと、結果なんか使われなかったりとか告知もなかなかできずっていう形になっていますので、もうお互い予算を取って、こちらもいろんな要望に応えながら取り組んでいくみたいな実施がもうほとんどというかもう全てになっていますね。はい、ありがとうございます。なかなかお話を聞いて横浜市でも検討したいなと思いつつ、ハードルが高いなというところは正直なところあります。そうですね、あとな、経産省さんの実証事業の補助金ですとか、例えば東京都は東京都さんが出している実証事業の補助金を活用して、それぞれのこう自治体さんに提供みたいなところも、まあ、場合によってはやったりはしていますが、そうですね、どちらかというと、やるべきっていうふうにいかにやっぱ思っていただいて、一緒に取り組むかみたいなところが大事かなとは思っていますね。はい、はい、そういうフェーズっていうことですね。うんうん、いつやるかっていう話ですね。そうですね。そうですね、今渋谷区さんに紹介していただいてとおっしゃってたんで、渋谷区の鈴木さんはじゃあもうご存知なのかなという。そうですね、鈴木さんとは結構やり取りさせていただいて、何かしらいらっしゃってますね、はいはい、ご無沙汰しておりますというか、いつぞや飲んで以来って感じなんですけど。なるほど。え、渋谷区さんは入ってるんでしたっけ。渋谷区も入ってなくてですね、いろいろ、そうですね、なかなかうまく渋谷区としても契約がなかなかできなかったりとか、あと、うちの場合ですと、コロナの部署とですね、その妊活とか、不妊治療とか、そういうフェムテック系の部署が同じでですね、まあ、コロナ以外のところから受け付けないっていうような、きつい不分率じゃない、そういうのもあったりとかして、なかなかちょっと契約の方まで進んでないというのが現状でございましたというところで。なるほど、なるほど。検討はじゃあ進んでいるという感じなんですかね。はい、はい、ありがとうございます。それでは皆さんもちょっとまずまだ検討されたことないですみたいな方から、今一回検討したんだけれどみたいな方々まで、今一度ですね、また数実績お持ちですので、お話聞いてみるというところから始めていただければなと思いますね。はい、それでは2社目参りましょう。コネクトはナイスのお時間です。皆さん札の上げるのをお願いします。はい、ありがとうございます。お、東広島さんコネクト上がりました。あ、コネクト上がりました。ありがとうございます。2社、2機会ですかね。皆さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。新規のつながりができましたかね、石川さん。はい、ありがとうございます。新しいつながりができました。よかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。
じゃあ、続いてですね、3社目の方に参りたいと思います、3社目でございますが、タウンドクターの山上さんです。初めまして、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速始めていただいて結構でございます。はい、今映ってますでしょうか。はい、ありがとうございます。改めまして、タウンドクターの山上と言います。今日はよろしくお願いします。で、私たちはニューパートナーという、生活習慣病予防のため の、 食事指導サービスをやってます。で、緑の服を着た方が管理師さんなんですけれど、管理師さんを介してワンオンワンで食事のコーチングをしていくようなことをやってます。で、コンセプトなんですけれど、体の話は心の話からっていうところで、心ですね、モチベーションっていうところにフォーカスをしてます。っていうのも、生活習慣病の予備軍だったりとか、なってしまわれる方っていうのは大半が食べるのが好きな人でして、それを我慢するっていうのが結構辛くて、食べ過ぎちゃダメっていうのは分かってるんだけど、ついつい食べちゃうみたいなところがあると思ってます。で、そこの心の葛藤がある中で、じゃあどうやっていくかみたいなところを後ほどご紹介しますが、精神科医の知見とかも使いながら解決していくような、そんなようなことをやってます。で、ミッション、目指していることですけれど、病気があっても日々を楽しく健康にというところを目指してます。で、 SDGs でいくと、すべての人に健康と福祉をというところで、仮に病気があったとしても前向きにご飯も楽しく過ごせるように。で、右側のところはジェンダーというふうに書いてますけれど、管理栄養士さん大半が女性です。で、我々今全国から70人ぐらいの管理栄養士さんとご一緒してるんですけれど、 ICT 活用することで、全国から入っていただけて、積極的に女性にもご活躍いただいているっていうところをやってます。で、経営チームとしては3つのチームでやってまして、ビジネスとエンジニアリングとメディカルというような形です。で、私はビジネス見てるんですけれども、一番右の公っていうものが精神科医でして、彼がその、葛藤がある中でどうやって前向きにやっていくかみたいなプログラムを作ってます。で、いわゆる自治体様、どこの自治体様もやられているものですが、特定保険指導の委託会社です。で、今実際に移しているのが大阪市さんでやらせてもらっているところなんですけれど、こんなような形でスマホ一つで、入ってもらって、で、日々の保険料が原資になっているので、皆様はその持ち出しなく、お使いいただけるっていうような、そんなようなことやってます。で、もう少し具体的にお話ししますと、1というところでいくと、1回大体30分ぐらいで、スマホ、PC から ICT でお話をしていきます。で、自治体様、国保加入者向けの特定保険指導だったりとか、糖尿病重症化予防みたいなところに適用ができます。で、2のところ、イメージというところでいきますと、1回30分ぐらいなんですけれども、最初に心理評価、これは社内用語でいくと、心のトリアージみたいなことをしてまして、要はその方がどれぐらいそのモチベーションがあるか、結構モチベートされてて、ちょっと辛いこともできるかないし、まだ様子見でいきなりなんかきついことやるというよりかは、徐々にできることからやっていくみたいなところなのかっていうのをまず見ます。で、食事の評価を一緒にして、最終的に食事のリコメンド、食事の話なので、最終的にはこういうの食べていきましょうみたいな話になるんですけれど、そこをその当社の方でシステムを作っていて、例えば自治体様、エリアごとに有名なスーパーとか、外食店、料理だったりとか変わってくるので、そことかも、エリアごとに、再現できるようにシステムを使いながらやってます。で、丸さんのところは最終的な、データ分析っていうところもやってまして、自治体の皆様の保険関連の計画策定だったりとか、そういったところに使えるようなレポートを最後、ご納品します。で、強みですけれど、完了率が高いっていうところが最大の特徴です。 90% ほどの方たちがこれまで完了いただいてます。これ特定保険指導、国保全体でいくと大体全国的に 20% とか、30% ぐらいっていうところが厚労省から出されてますけれど、そこと比べると高い数字を出しできてるかなと思ってます。で、なんでこれができるかっていうところですが、精神科学っていうところを取り入れて、情緒面と機能面両面で価値提供させていただいてます。情緒面のところでいくと、
いきなりご飯の話するんじゃなくて、まずはそもそも動機づけみたいなところから関係構築していきます。で、心のトリアージっていうところを申し上げましたが、レベルに合わせて、最適な強度っていうところでアドバイスをしていきます。で、機能面のところでいくと、食事の宿題はパーソナルみたいなところだったりとか、なるべくそのちょっと手間がかかるっていうところはシステム使いながら代用にしてるっていうところが工夫点です。で、対象者の選定から結果の取りまとめまで一気通貫でできます。で、今お取引させていただいているところがこういったところで、豊橋様は今日ご参加されてますけれども、こういったところに今、入れていただいてます。自治体の皆様と、あとは企業憲法の皆様に入れていただいているような状況です。で、例えばの事例のところで、埼玉県の自治体様の事例です。ICT の有効活用で、コロナ禍でも安全かつ適切に、横断メダン生活、改善をできたというところです。これは実証のような形でさせていただいたところで、高血圧の方向け の介入をしました。で、1ヶ月ほどの介入で、血圧が平均10下がったというところで、いい結果がお出しできたのかなと思ってます。で、参加いただいた方からの声でいくと、これまでは対面で、やってたんですけれども、コロナがあるのでそれ気にせずできてよかったとか、あとは、近所のスーパーとか普段行くファミリーマート、セブンイレブンとかの商品踏まえて具体的にアドバイスしたのがよかった、あと、これオンラインの利点だと思うんですけれど、自分の好きな時間に出れてよかったみたいな声をいただいてます。で、特定保険指導自体は全ての自治体様が やられてるんですが、これはビフォーコロナのところでいくとほとんどが対面でされてました。で、ただ3年ぐらい前、コロナを契機にいろんな自治体様で ICT が入ってまして、今当社資料レベルですけど、75% の政令指定都市の方々が ICT を入れられてます。で、これはご参考ですが、特定保険指導ってすでに国保保険料が原資になっているので、追加で予算取りとかはしなくて大丈夫ですっていうところをお伝えしてます。で、最後ですね、ICT 保険指導っていうところにご興味持っていただける方はぜひお話しさせてください。特定保険指導でいくと健康福祉関連の部署の方です。で、その他国ですとか県の方は実証事業等々、あとは自治体の皆様で、何か実証的な取り組みというところご関心あるような方あれば、ぜひお願いします。以上です。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。もうすでに豊橋市さんはそうですね、豊橋さんすごいということで、すごいですね。なんかコメントありますか、実際導入されて。山本さん、お久しぶりです。そうですね、ちょっと私はもうこの、私はスタートアップさんだったこう、トーク接点を持つ部署になるので、その後こう健康政策部門にこう、ご紹介をして、一緒にこうそこと山上さんとで一緒にこう市のためにこう事業を作ってもらったっていうところがありますので、そうですね、そのこと言うと、ちょっと担当課がメインでやってるのであれなんですけれども、はい、非常にちょっと今後もという話は担当とは喋ってますので、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なんか導入にあたって懸念事項とか、こういうところ確認しておきたいみたいなことってなんかあったりしますか？この辺お詳しいのどなたなんだろう。何でも知ってそうな。クリスさんに振りたくなってしまうけれども。かかるまいさんとか。どうでしょう、なんか気になるとこあります？すみません、クリスです。あんまり詳しくはないんですが、やっぱり、こういうサービスっていろんな事業者さんがやられてて、以前も別の事業者さんを担当課につないだことはあるんですが、どのよう、もちろんそれぞれ特徴があったり違いがあったりするんですが、そのあたりがちょっと難しいところかなという感じはしますね。何か一定の、条件を出して、候補して、その中からより有効なところを選ぶだったりとか、そんな感じにならざるを得ないところがあって、なかなか、つながりが持ちづらかったというところはあります。なるほど。その点なんか、
どうですかね、なんか他の自治体さんの事例の中でどうやって導入に至ったかみたいなところとか。そうですね、あの自治体様の、あのこの保健指導のところでいきますと、もちろんその、同じようなことされている会社さんもいるんですけれど、結構多くがあの対面、で、指導される各自治体さんにあの訪問されて、まあ、フェイストゥフェイスで、指導されるというところがあの多い印象です。で、我々はそれはあのできなくて、オンラインがメインになるんですけれど、オンラインメインというところでいくと結構、まあ、我々かなり進行ではありますが、あまりその比較というよりかはあのなんか新しいねみたいな形で、オンラインでやるんだったらタウンドクターさん話聞いてみようかみたいな風にあの言っていただけるようなところかなとは思ってます。なるほど、なるほど、ありがとうございます。そこが強みということですね、うんうん、はい、中カルマイさんどうですか。はい、ありがとうございます。先ほどお話聞いてて、特定保険指導のような業務委託としてやられているというところだったんですけれども、はい、ちょっと今パパッと調べてみたんですが、うちはめちゃくちゃ予算少ないんですよ今。まあ人口少ないせいなんですけども。いい、はい、で基本、まあ、確かに今うちはあの対面しかやってないっていう状況なんですけど、でよく多分あの国保の保険指導になるので、どうしてもやっぱあの高齢の方が多いっていうところ、うん、はい、であの多分担当がめちゃくちゃ気にすると思うんですよね。そんな高齢者がオンラインなんかできるわけねえじゃんみたいなこと結構言われると思うんですけど、そういう時にはどういうお話されてるんでしょうかというところちょっと聞いてみたいなと思いました。なるほど、なるほど、ありがとうございます。ま、そこがまさに今日ちょっとあの参加させていただいたところなんですけれど、高齢者の方にあのスマホで自分から入ってもらうっていうのは結構ハードル高いのがあの実情です。なので我々がその国保の方でメインでさせていただくのは若年層ですね。40代50代ぐらいの方でスマホご自身で使えるっていうと方、そこがあのボリュームゾーンになってます。で加えて60、70代ぐらいの方については、ちょっとこれはあの、まあ、ご協力いただける場合なんですけれど、1回目だけ、役場に来ていただいて、役場で PC 置いてやっていただいて、そこから入っていただくと。で、2回目以降はあの電話ですね。電話であのお話をしてフォローさせていただくみたいなフローをあの、まあ、組んでるような自治体さんがいらっしゃいます。あのおっしゃる通り、私もずっとあのデバイスとかソリューションというのはずっと探してるんですけれど、デジタルデバイドっていうのはあのハードルがあるので、ちょっとそこのところで一部の自治体さんに、まあ、その ご協力いただけるというか、初回だけはあの対応するよみたいなふうに言っていただけるところとあのできてるっていうのがあの現状になってます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。それではお時間の方になりましたので、ぜひちょっと細かくお話聞いてみたいということであればお聞きいただければなと思っております。そうですね、まずはつながっていただいてお話聞いていただければと思います。よろしくお願いします。はい、それではコネクトはナイスのお時間です。皆さん札上げお願いします。あら、あら、豊橋市さんもかな。あ、なんかさっきも含めてすでにコネクティングみたいな感じなんですけど、そうですね、なんかどうしようかなと思いながら、愛知県さんのコネクトですね、はい、はい、ありがとうございます。にコネクトですね、ありがとうございました。ありがとうございました。山上さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、4社目ですね、最後のスタートアップでございます。ちょっと、業種がですね、ガラッと変わりますけれども、はい、空き家活用株式会社の酒井さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。声聞こえてますでしょうか。はい、聞こえております。はい、聞こえております。秋和さん、なんと第1回目、和田社長にご登壇いただいて、リベンジ。ありがとうございます。
です。了解でございます。ありがとうございます。再度は、はい、その後事業を進めていかれる中で、はい、いろんな実績も終わりになるということで、はい、もう一度ご登壇いただくことになりました。はい、それでは坂井さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。秋葉活用株式会社取締役 CMO の坂井でございます。よろしくお願いいたします。本日はですね、当社の類稀なキャラクターである最近 YouTuber としても活躍している方が、3日間で全国8自治体を行脚するというような旅に出ておりますので、キャラ薄めの私が、登壇させていただいておりますというところでございます。で、当社8期目の会社のベンチャー企業になりますが、空き家活用株式会社という名の通り、皆さんのサポートをしながら空き家問題解消に目指しておりますというところで、社会的には非常に大きな話題でございますので、もうテレビから新聞からラジオから、かなりの取材をいただきながら、啓発活動も行っているというところでございます。で、そのような中で何の業務をやっているかというと、おそらく第1回目から大きく変わっておりまして、空き家問題に取り組まれる自治体の皆さんの業務をサポートするサービスというものを昨年6月にローンチをしまして、ご案内と実施をさせていただいておるというところでございます。詳細は後ほど述べさせていただきます。で、すでにですね、昨年6月にローンチしたにもかかわらず、9月の下期から12自治体さんほどでご導入をいただきまして、日本で一番空き家が多いと言ったら本人たちに怒られてしまいますが、東京都世田谷区さんでもご導入いただくというような結果になっておりまして、成果を出し続けておりますというところです。ちなみにバックボーンとしては、我々はですね、シンクタンクのようなことを気取りまして、空き家問題対策白書というものを全国の自治体さんにですね、電話、ファックス、メール、すべてを1718自治体にいたしまして、回答を得ながらですね、白書のようなものも常時させていただいておりますし、県庁様主催の勉強会の登壇みたいなものもかなりの数の自治体さんでやらせていただいたりとか、勉強会なども実施させていただいておる次第でございます。つまり、人類最初の問題である空き家問題というものに取り組まれる自治体さんのですね、こう企画立案から実施までを官民連携ということでサポートさせていただいているということになっております。なので、皆様への提供価値は、もうはっきり言ってしまいますと、皆様の業務を軽減しながら空き家問題対策やりますよっていうところで、この空き家問題対策というのは何をやったらいいか分かんないよねっていう自治体さんもおられますので、入り口から出口まで一通り導入できますよというもの、さらにすで、にいろんな団体とやってんだけどっていうところもあるんだが、うまくいってないところの目詰まりを多少解消しますよというところと、勉強会などですね、他社の知見みたいなところを知れる、きっかけにもなっていただければと思っております。言わずもがな、皆さんには釈迦に説法ですが、このような、数になるという大きな社会問題でして、3軒に1軒が空き家ということは、隣の隣は空き家になりますから、空き家の隣の家って買いたくないですよねって話で言うと、住んでる人の資産価値も下がるという、全国民の問題が空き家問題でございまして、この未流通の空き家というものがですね、社会で言われるイメージはこのようなボロボロなんですけども、皆さんご存知の通り、空き家というのは全然普通の中古住宅で全然流通しますよねというものが、所有者様の意思決定を得られないから流通しないというのが大きな問題でございまして、不動産がボロいとか立地が悪いという問題ではないというところは、もう皆さんの周知の通りだと思いますが、改めてでございます。そのような中で、自治体の職員様が、こういった問題に包括的に取り組まれるキーパーソンではあるものの、その業務に至ってはですね、DX 化だったりとか官民連携のパートナー誰なのかみたいなところに対して課題が終わりで、逆に言うとそこを解消すれば、一気に問題政策がですね、進んでいくというようなことが考えられると思っており、我々は空き活自治体サポートというサービスを展開させていただいております。市議会調査のような形に近いんですが、外観調査でですね、空き家の調査をしてデータベースでしっかり監視してアクションできるようにするという DX ツールと、行政の皆様は、市民の財産に口を出せないお立場ですので、相談を受けてもなかなか具体的な指示ができないよねっていうところを、我々が一時受けのカウンターを代わりにやりますよというようなところで、地元企業様に、相談に来た所有者様の案件をどんどんご紹介して、民間の方でですね、空き家というものを吉野に流通させていくっていうような窓口業務、この2つのセットをご提供させていただいているということになっております。このような形で調査把握から、相談対応利活用までを、一気通貫でやっておりますというところでございます。ちなみに当社はですね、過去3年間民間として空き家の調査をですね、調査員雇用して全国でやりまして、なんと65歳以上のおじいさんおばあさんが iPad を持って街を歩いて、正確無比な空き家の情報をですね、16万件集めてくるっていう所業をやっておりましたというところで、効率的かつ正確に、早く正しい情報を集めて、
しっかり利活用できるように管理できるというようなマニュアルとツールというものを持っておりましたので、これを自治体の業務に転化していくというような形で今提供しているということでございまして、実績は十分でございます。また、所有者様がですね、なかなか相談してこないじゃないっていう話に関しましては、だったら保険だけでも入ってみてはとかですね、だったら見守りだけでもしてみてはというような掘り起こし、相談喚起をするためのサービスなども、大きな会社様と実際に今実施しておりますというところで、この辺は自治体様がかなりお悩みのところかと思いますので、大きな会社様と一緒にですね、解消に至っていければと思っております。で、最終的には相談に来たものをですね、地元の宅建業業者などもいらっしゃるかとは思いますが、所有者様はですね、一旦まあ包括的な相談に乗りたいよねっていうところもございますので、相談専門のカウンターとして、行政ではない民間の立場で我々が相談を受け、所有者様の問題に応じて地元業者を紹介していくようなカウンターというものを設けさせていただいております。こういった一連がですね、他業者もいらっしゃるとは思うんですが、地元の方にも使っていただける DX ツールであるというような特色もいたしまして、非常に安価に導入できるというのが当社の特徴でございまして、来年度23年度には50自治体が導入いただけるような、なんとか今ご紹介活動しているというところでございます。まあ、空き家問題を解消するというか、空き家問題のボタンを押すと皆様にとってのいろんな政策課題のところがちょっとずつ光るよねっていう、まあ、このボタンを押したらいろんなところが光るんじゃないかっていうような、非常に多岐にわたるですね、政策課題でもあろうかと思いますので、私もいろんな部署の方とお話しするんですが、移住定住促進であったりとか、景観とか防犯防災みたいなところですね、まあ、こういったところの観点でもぜひご検討いただければというふうに思っております。世田谷区さんのカウンターなどはもうかなりの相談が来ておりまして、流通の実績もございますし、地方の小さな町からですね、政令指定都市までご導入いただいておりますので、まあ、こういった調査実績であるとか、地域おこし協力隊さんを使った調査みたいなものも、やらせていただいております。で、今後はですね、YouTube が、まさにその実証実験ではあるんですが、流通させるところも責任を持ちたいよねというところで、民間の力で空き家だけの数も、のようなものを、ローンチさせまして、きちんと情報を流通させて、買う方を探していく、こういったところも事業展開していく中で、皆様のところにもかなり頭の痛い問題だと思いますが、空き家には地銀がローンをつけられないんですよ、融資がつかないですよねというところがあるところを、実は金融機関のおりこ様とですね、地銀と連携して空き家に対する融資ができるような仕組みを、組み立てました。なので、地元の空き家がですね、買いたいという方に対してきちんとキャッシュだけではなくてローンを組んでお買い上げいただけるような、こういった勝利を地銀とやることで、金融の仕組みとしても地元経済が回っていくというふうに思っております。なので、空き家の把握から流通させるとこ、流通の最後のボトルネックである金融サービスまで一気通貫でご提供していきたいと思っておりますので、皆様の、政策立案のための背景として、サウンディングの相手としてももちろんですし、まあ、導入するサービスとして情報を知る機会もそうですし、どんな補助金、どんな交付金使えるのっていうのもかなり知っておりますし、勉強会の登壇者として、まあ、もしくは現在使ってらっしゃる、まあ、事業者さんへの、セカンドオピニオンとして、まあ、こういった形でぜひ、ご用命受けられればというふうに思っております。以上、ご清聴ありがとうございました。キャラの薄い酒井でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、秋活の取締役はキャラが濃くないとなれないんですかね。ああ、あれ そっち方面ですかね。失礼いたしました。すごいですね。でも本当に完成度がどんどん上がってる感じですね。ありがとうございます。手が届くというか。縦板に水のごとしとはまさにこのことだというようなハイプレゼンでした。ありがとうございました。何か空き活に関しては、空き家活用に、空き家問題についても皆さんもいろいろお考え、もうすでに対応していらっしゃるという方も多いかと思うんですが、ちょっと何かちょっと空き活さんに聞いてみたいというところございますでしょうかね。まだ回っていらっしゃらない自治体さんとか、酒井さんございます？基本に聞いてみたい。山ほどいらっしゃいますけれども、はい、結構、愛知県さんとか山口県さんとかは非常に基礎自治体さんと仲良くさせていただいておりまして、で、私岩手生まれ渋谷在住という典型的な岩手から出てきてちょっと虚勢を張ってるものですからそろそろ地元に錦の旗をあげたいなというふうに思っておりまして、八幡平さんなどから僕盛岡市出身なんですけれどもご意見いただけたらと思っております。はい、ご指名です。中軽舞さん、お願いします。説明ありがとうございます。
盛岡から渋谷へ移られたということで、はいはいはい、そろそろ帰りたいと思っております。うちも確かに空き家問題は大執行をやった例もありますし、はい、いろいろと困っているところではあるんで、はい、まあ、で空き家を買って移住する人には補助金出せよとかいろんなこともやってるんですけど、はい、うん、非常にタイミングが悪いことにですね、実は2ヶ月ほど前にとある別な会社さんと手を組むっていうプレスリリースを実は出して、はいはい、して、はい、なるほど、全然大丈夫です、はい、っていうところだったんですけども、まあ、一応そこはなんていうかマッチング支援みたいなところでやられる、はいはいはい、なるほどですね、まあ、はい、まあ、今までうちもその、昔私も担当だったことがあるんで、空き家バンク作ろうとしたりとかいろいろして、はいはいはい、今はバンクはできてるんですけども、出品が来なくて困ってるっていうですね、なるほどですね、はい、状況なんですけど、本当に掘り起こせなくて困ってて、はい、でとある民間さんとお願いして、うん、なんかやろうかみたいなところがようやく、うん、つい先々月ぐらいからスタートしたばかりで、まだ素晴らしいですね。台が動き始めてないかなっていうポがあったんですけど、はいはい、うんうん、何を聞いたらいいんだろうみたいな感じで。ありがとうございます。タイミング悪いと思って。いいえ、ご状況ありがとうございます。我々、私もですね、4ヶ月でなんと140自治体さんとお話しするっていう、まあ、人生でこんなに話すことになるかっていうような日々を過ごしてるんですけれども、もう一番の悩みは空き家バンクに物件がないっていう話ですね。で、それはなぜならば、掘り起こせないっていう話です。で、もう、言わずもがな、なぜ掘り起こせないのかっていうと、その、相談に至ってないけど気になってるんですよ、みんな所有者は。うちにはもう何百人と所有者の相談は直で来るんですけれども、行政には行かないんですね。で、なんでかっていうと、要は指導されてるって意識が非常に強い。相談しない人に対して相談せえっていうふうに通知を送る。これ勉強しない子に勉強せえよって言ってるようなもんで、勉強しなそうじゃないですかっていう話なので、なんで相談できないんですかねっていうところから、まあ、ご相談に応じなくちゃいけないっていうところがありまして、まあ、そういう意味では民間で、かつ僕ら業を持ってませんので、これ不動産業とか私業が相談に伺いますと、なんか売られんちゃうか、なんか頼まなくちゃいけないんちゃうかということで相談ができない。なので僕らはもう業は持たないっていう宣言をして、ゆえに、これちょっと書面には残せなかったんですが、まあ、世田谷区さんなんかは開始1年で2回チラシを、400件の空き家の相続上の住所に送っただけで、40数名が半年以内にご相談に来ていただいて、すでにもう何件も流通してますし、庭木の剪定だけでやっといてみたいな話とかも含めて対処しているってことで、まあ、10% 以上のぶどまりが出るっていうのは不動産業者ではなかなか難しいっていうのと、まあ、これは行政の皆さんの固定資産税の納付とかなら話は別なんですが、まあ、こういったことが行政の通知とか掘り起こしにプラスオンされるっていうのが非常に強いところだと思ってまして、うん、はい、なんかこういった我々のフラットかつ客観的かつ、まあ、知見があるという立場をご利用いただくっていうのは部分的にでもぜひなんかお話だけでもですねさせていただけたら嬉しいなというふうに思ってますというところですね。はい、はい、ありがとうございます。素敵な お返し。ちなみに渋谷区鈴木さん顔出せないのかな。渋谷区さんは検討されてるんですかこれ。渋谷区も一度お話聞いたことがあったと思います。ありがとうございます。はい、代表の和田が伺ったと思って。はい、その時の話はですね、渋谷区も空き家なくはないんですけど、課題がちょっと多分特殊で、はい、そうですね、オーナーさんにアプローチしても何も動かないオーナーさんが多いっていうところで、はい、むしろ儲け話持ってこいみたいなすごい強気なオーナーさんが多いっていうところで、はい、なかなか解消しないっていうすごい特殊な事例を抱えておりまして、はい、なのでなかなかその今回の空き家活用株式会社さんの取り組みとちょっとマッチしなかったっていうところが正直。はい、ありがとうございます。なるほど、なるほど。そうですね。うん。まあ、都心部の空き家の方が、本質的には結構大問題で、世田谷区もそうなんですけど、やっぱ、もうすごい高い値段で、売れ売れって通知が来るから、まあ、なかなか売らなくてもいいよねって思ってるっていう話が大きくてですね。まあ、とはいえ、ニーズが高い地域なので、まあ、そこに建物が建つとか、次の方入んないと、まあ、都市計画的には非常に具合が悪いっていうところなので、まあ、この辺の対処っていうのもなんか僕らはいろいろと今取り組みはしてたりしますので、まあ、なんかこう事例共有みたいな感じでもまたチャンスをいただけたら、はい、お話をこう続けていくというのは
させていただけたら、はい、富ヶ谷におりますので、すぐに区役所に発生されますので、よろしくお願いしたいと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。それでは、お時間過ぎておりますので、はい、すいません、失礼しました。今年最後の、はい、あ、今年最初のですね、すいません、最後じゃない。今年 最初の、最初の最後です、ね。最初の最後の4社目のコネクト、オアンナイスのお時間です。コネクトを上げてください、はい、皆さん。よろしくお願いします。はい、集まったしさん、はい、残念、トヨハシスさん悩んでる、悩んでる、愛知県さんは、愛知県さんどっちだろう、ナイスかな、はい、はい、トヨハシスさんはじゃあコネクト上げてくれたの、あ、ナイスコネクトかなコネクトでしましょう、すごい仕切りですね。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。大変光栄です。あげていただきました。ね、いろんなところに、ね、アプローチされているところです。まあまあ、本当にありがとうございます。今日はですね、このナイスという段階でまた次の機会、いろんな、ぜひぜひ、どんどんですね、この問題はですね、動いていきますので、何か困った時にはすぐに声かけていただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。今日の機会ありがとうございました。失礼いたします。はい、終わりました。どうでしたか、土屋さん、新年。そうですね、今日ね、ちょっと自治体の、スタメンの皆さんがですね、少し、まあ、ね、年始で業務ご多忙の中でご参加が少なかったのであれですけど、まあ、今日も本当に重要な課題というかですね、ばかりだったので、まあ、私自身は本当に勉強になりましたというか、まあ、こんなサービスがあるのかなというのと、これ、まあ、自治体向けのピッチではありましたけども、特にね、医療の話とか、フェムテックの話とか、まあ、企業サイドの立場でもですね、うん、関心のあるテーマで、ぜひ、まあ、これを機会にですね、この視聴者の皆さんともつながったりすると、すごいいいのかなというふうに思ったところでありました。はい、私からの感想はそのとこですかね、はい。はい、ありがとうございます。今日、そうですね、お久しぶりに内閣府の、宇田川さん代理の小山さん参加していただいてましたので、今日最初から最後までお聞きいただいたんで、なんか感想、コメントとかあればいただければなと思いますけど、いかがでしょう。あ、すいません、機会をいただきまして、毎回出れるとき出てるんですけれども、なかなか最後までいられなくて、今日は全部聞けてよかったと思います。で、はい、本当に内閣府でも実はこういったマッチングの機会をSBIR とつなげるみたいな話で今検討中でして、で本当にこの取り組みってさまざまな自治体さんが出てきてですね、もうそのなんていうか、誰にコメント振られるかわからないっていうところで、皆さん真剣に聞いているなっていうところがすごく臨場感あっていいなと、いい取り組みだなと思ってまして、すごく参考になっております。ぜひ来年度のそのマッチングのところのサービスを国がやるときにもこのような形をイメージしているところです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なるほど、なるほど、こういうのが始まっていくんですね。そうですね、なんか行政の、まあ、サービスとつなげるみたいなところができたらなと、ちょっと思っている、まだ企画段階です。あ、はい、なるほど、なるほど。何か決定したこととかがもし出てきたら、ぜひ、そうですね、この場で、はい、ご紹介いただいたりとかできればと思いますので、はい、ぜひその際はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。岡土屋さん、聞いてみたい方いらっしゃいますか。そうですね、今日コメントはなかったんですけど、久しぶりに宇部市の弘中さん、何か今日の感想でも何でも結構ですが、一言言っていただけますか。 あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、皆さんありがとうございました。あ、聞こえてますかね。はい、はい、すみません、考えてなかったんですけど、ちょっと、ですね、よく自治体としてどう取り組んでいいかよくわからない、分野っていうか、まあ私自身がよく分かってない分野が結構あって、今日はあまりコメントも質問もできなくて失礼いたしました。ただ皆さんの思いはすごく伝わってきたいいプレゼンでしたので、
熱い思いを持って取り組んでいることがすごく伝わるいい内容だったと思います。今後もですね、しっかり頑張っていただけたらというふうに思っております。はい、以上です。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと最近ですね、私がこう、ヘルスケアとか、この医療系のスタートアップの方とか、今日も妊活とかね、アイサージェリーさん、骨粗しょう症、言えない、のオンライン化とかいろいろ出てきてましたけど、その話が多くなってきたんで、今までですとスマートシティだったんで、その災害対策とか、そのモビリティとかだったが中心だったかなと思うんですが、だいぶなんかこう、潮目というか、変わってきつつ あって、まあ、さまざまな領域に、そのスマートシティのこう範疇が広がりつつあるのかなっていうのを少しずつ感じているところですし、結構ですね、スタートアップの皆さんからこれに出たいと言っていうことでご連絡いただくこともケースもすごく出ていまして、やっぱり自治体の皆さんとつながりたいというニーズってスタートアップ企業の方がたくさん持っていらっしゃるんだなというところですので、ぜひですね、多くコネクトを上げていただけるように私たちも、しっかりプレゼンの方を上手にプレゼンしていただけるようにしていきたいなというふうに思っているところですので、はい、結構ね幅が広がってきますので、事前に資料など展開させていただいてますので、まあ、関係するような部署の方に連携していただくとかですね、ぜひやっていただけるとありがたいです。はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、引き続きですね、スタメン47の皆さんもですね、ぜひ、サポートいただければというふうに思います。ありがとうございます。はい、それでは、そろそろ時間でございますので、今日のところはこれで終了したいと思います。事務局からですね、ちょっと簡単な今後のウェビナーのご案内をさせていただきます。ちょっと画面の共有はなく、私のコメントだけでございますが、次回のですね、マンスリーピッチは、3月の1日ですかね、の水曜日になっています。まだちょっと詳細ご案内できておりませんが、早々にですね、ご案内させていただきますので、また次回もご参加いただければと思います。それからですね、これもまだ告知始めてないんですが、3月のおそらく中旬ぐらいに、これは我々スマートシティインスティテュートの会員の自治体の皆さんですね、にアンケートを毎年やっておりまして、このスマートシティの推進現状と課題についてですね、自治体の皆様からご回答いただいたアンケートをテーマにしたウェビナーをですね、今企画中でございまして、おそらく3月中旬ぐらいにあります。今、各地のスマートシティがどういう現状にあって、どういうことにもお困りなのか、どんなところに課題意識を持たれているのか、こういったところをですね、詳細に解説させていただくウェビナーになってますので、ぜひこちらの方もですね、お楽しみにしていただければというふうに思います。今後もですね、スマートシティのウェビナー、いろいろと企画をして実施しております。それからアーカイブの方はですね、YouTube チャンネル、私どものチャンネルの方で、公開しておりますので、ぜひまたご覧いただいて、今日のスタートアップの皆様ともですね、視聴者の皆様、つながりたいという方いらっしゃれば、事務局までご連絡いただければというふうに思います。ありがとうございます。はい、それでは、本日のマンスリーピッチ第14回はですね、これにて終了とさせていただきたいと思います。ご登壇いただきましたスタートアップの皆様、それからマンスリーピッチ、スターメン47の自治体の皆様、本当にありがとうございました。杉原さんもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。